はい、皆さんこんにちは、くんすけです。今回は日本の心、和の心、篠笛における所作、作法のお話をさせていただきます。よろしくお願いします。ではね、まず形からちょっとねやってみたいと思います。はい、これが篠笛における所作の形でございます。さて、所作とは何かというと、行動、動き、動作のことなんですね。僕たちも普段いろいろな動作をします。その一つ一つが所作になるってことですね。例えばですね、普段の歩き方だったり、お茶の飲み方だったり、こういうね動作、所作になります。この動作一つ一つで、いかに綺麗に美しく見せれるかによって、相手に与える印象がカラッと変わってきますよね。所作という言葉を調べてみると、こんな感じになりました。やっぱり、動作ですよね。行い、振る舞い、あと仕草なんかもね、やっぱね、所作に当たるんですよね。なので篠笛における所作っていうのは、まあこの上の2つですかね。はい、それでは篠笛の所作、解説していきたいと思います。はい、それでは解説していきたいと思います。まず姿勢なんですけれども、基本は正座です。笛は右側に置いておきましょう。そしたらですね、笛の準備をしていきましょう。笛の準備は、まず右手は所定の指穴の位置に置いておきます。左手は歌口の下の部分から支えるように持って、膝の上に置いておきます。次に笛を構えましょう。笛の構えはですね、左手で口元を隠すように歌口を当てます。そしたらこのまま、所定の指穴にこう滑らすように置きます。これが一連の所作の流れになります。ぜひ覚えましょう。この所作なんですけれども、ちゃんと意味があるんです。最短時間、最短距離でですね、ベストポジションに構えることができる、究極の動作ということが記されていました。見た目も綺麗ですよね。この所作はですね、お囃子だとね習わないんですよね。お祭りでねこう入れ替わり立ち替わりが激しいんで、習いません。ですけど、これから篠笛を始められる人にはね、しっかりとこう伝えていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画、所作についてお話しさせていただきました。見た目も綺麗なんで、しっかり所作覚えましょう。それでは今日は終わります。ありがとうございました。